ましたが、じゃあ太陽って本当は何色なんだろうって思ったことありませんか？みんないろんなイメージの太陽がありますね。じゃあここでちょっとお空に輝く星をイメージしてください。青白い星で有名な星、何か知っていますか？冬の星、とっても有名です。星座にもなってます。星座の中のお星様で、青白い星で、お、聞こえた。シリウス、青白い星で有名なシリウスありますね。それから赤い星で有名なお星様、これはサソリ座だったかな。もういろんな星がある。ちょっとじゃあ代表的なのでアンタレスという星も赤い星で有名ですね。じゃあ太陽がもしあの空に輝くお星様みたいに遠い遠い宇宙にあったら何色の星に見えるでしょう？実は赤とか白とかではなくて緑色になるというふうに結果が出ています。でどうやってわかるのかなって不思議ですよね。星の色を決めるのは星の温度だったりとか、それから星を作っているその要素が何を含んでいるかによって決まっています。太陽の場合は緑色の光が一番強いので、もし宇宙に太陽みたいなお星様があったら緑色の星に輝いているんじゃないかな。そのことも考えながらちょっとこの緑のメロンみたいな太陽を見てみてください。太陽実はちょっと盛りだくさんなんです。こんな太陽もあります。あー赤い、赤い太陽です。これは太陽の中心にある水素のガスを取り出してみたため赤い太陽として見ることができます。さてここでもう一度注意をしますね。皆さんに楽しんでいただくために前の方の方どうぞしゃがんでごゆっくりご覧ください。それからちょっとしゃがむの疲れてきちゃったなという方、あの今日解説ゆっくりしますので今のうちに後ろの方の方と場所を交代して皆さんでお楽しみいただけるよう場所を譲り合ってお楽しみください。それから前の方に座ってるお友達、ごめんね、手を出すと君の手が映っちゃう気をつけてください。手を出さないようにしてくださいね。今は優しく言ってるけどお兄さんもお姉さんも怒ると怖いからね。さてこの太陽よく見るとツルツルじゃなくてブツブツ、なんだかみかんの皮みたいにブツブツしてますね。それから白っぽく光ってるところと黒っぽく筋が入ってるところがあります。それぞれにお名前がついています。簡単に紹介させてください。表面がブク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 ツブ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 となっているのは流状斑というものです。これは粒状のものが見えてるよ、粒書いて流状斑です。白っぽく光っているところはプラージュです。フランス語で渚という意味だそうです。なんでそんな名前なのかは私は知りません。天文学者の方にも聞いたけどなんでかは知らないって言ってました。それから黒っぽいちょっとなんか筋みたいなところがありますね。そこはフィラメントという名前がついています。フィラメントは太陽の表面に浮かぶ雲みたいなもので、太陽から来る光をこう雲が遮るので暗く見えています。このフィラメント太陽の表面に浮かんでいると言いました。これが縁に行くとその浮かんだ雲赤く光る炎のように見えます。日本語では紅の炎と書いて光炎、カタカナで書くとプロミネンスというお名前がついています。フィラメントとプロミネンス、ものは同じものですが昔の天文学者はこの2つを見てあこれはきっと違うものだなと思ったんでしょうね。2つの別のお名前がついちゃいました。さて太陽、もう一つだけ見てもらいたい太陽の姿があります。
さっきの太陽よりもちょっとエネルギッシュな様子が見られますね。順番に説明いたします。2番目に見た太陽、緑色の太陽は高級太陽の表面、さっき見た真っ赤な太陽はその一つ外側の層、彩層、そして今皆さんに見てもらっているところはコロナという太陽の層です。コロナではフレアと呼ばれる太陽の爆発が起きています。ちょうどあの左上ぐらいかな、ピカッと光りますよね。あそこではフレアと呼ばれる太陽の爆発が起きています。フレアが起きると太陽からプラズマの粒子、小さな電子の粒が飛んできて、それは地球にも飛んでくるんです。フレアが起きるといろいろなことが起こるのですが、目に見える現象ではオーロラなんかもそのフレアで飛んできたプラズマが、ネオンに擦れてね、摩擦で擦れてネオン発光してオーロラを映すことが、北極とか南極とか北海道の高緯度の方でも見れるそうですね。ではそろそろ太陽ももうね十分親しんだと思うので、次はお月様、太陽、またまた身近な星、どんな星が映るか。お、うん、さっきね天文台の方でもちょっと告知がありましたが、今年の天文台特別公開のテーマ、太陽系再発見でした。私たちもちょっと太陽系にちなんで太陽系の惑星を投影したいと思います。皆さんこんばんは、衛星大学スバル天文愛好会スバルの田辺と申します。よろしくお願いします。はい、ただいま映し出している赤い星は、先ほど声も上がってましたが火星ですね。はい、火星には赤い砂と岩石の荒野が広がっております。この赤色の正体は皆さんご存知ですかね。この正体はですね、サビですね。鉄が酸化してできたものです。ただ全てが赤いわけではなくて、北極や南極は白っぽくなっており、これは水と二酸化炭素が凍ってできております。まあいわゆるドライアイスっていう感じですかね。これにも一応お名前があり、極寒と呼ばれております。ちなみに火星には四季があるのですが、季節によって極寒は大きくなったり小さくなったりしております。火星にはですね、オリンポス山という山がありまして、高さ約 25km で太陽系の中でも最も高い山とされております。エベレストよりも大きいんですね。なかなか火星にはたくさん山がありまして、ちょっと私全部は言えないのですが、もしご興味がありましたらぜひ調べてみてください。簡単にはなりましたが、火星の説明は以上とさせていただきます。ありがとうございました。さて、それではもうしばらく火星の姿をお楽しみください。先ほど紹介があった極寒、ドライアイスのところですね、実はバルーンのところには見えないのですが、奥の建物に